すみの番だね。かすみちゃん、緊張してるかな。大丈夫だろ。ほら、かすみって本番に強いタイプだし。うん、絶対平気だって。な、おたえ。アリサの方が緊張してない？ちょっと顔色悪いよ。うるせえな。続きまして、1年生代表の言葉。1年 A 組、富山かすみ。おたえ、気持ちはわかるけど声が大きいって。かすみちゃん、頑張ってね。頑張るよ、かすみ。ドキドキで楽しい。本当にそんな一年間でした。キラキラと照らす太陽と、ひらひらと風に舞う桜の花びら。一年前、花園門をくぐった時のあの景色。そして、新しい何かが始まる予感。今でも、昨日のことのように思い出します。高校生になりたての私には、すべてのことが輝いて見えました。電車での通学、体育館から聞こえる部活の掛け声、新しい友達と交わす朝の挨拶。この花所にはいろんな場所にキラキラドキドキがありました。この花所に来ていなかったら出会えなかったたくさんの大好きな仲間に出会えました。その大切な仲間たちと一緒に音楽にも出会えました。それはこの花所に来たからこそ起こった小さな偶然でした。私はついこの前まで仲間や音楽に出会えたことを特別なことのように感じていました。だけどそれは違った。私が今こうしてここにいるのはほんの小さな偶然が集まって起こったことなんだと思います。だからきっとこれは私だけじゃなくて誰にでも起こることです。今この瞬間にもきっと偶然は起こっています。みんな今すぐ偶然を探しに行こう。そしてその偶然を大切に育ててください。それができるのは自分だけだから。その偶然が大きく育った時、もしかしたら奇跡って呼ばれるものになるのかもしれません。そんな奇跡が起こる学校です。これから入ってくる新入生たちにも私たちに起こったような奇跡がきっと訪れると思います。そして2年生になった私たちにもまたたくさんの小さな偶然が起こるはずです。その偶然を集めて育てて、もっともっと大きな奇跡につなげたいと思います。花女の皆さん、私たちにたくさんの素敵な偶然をくれてありがとうございました。たくさんの大好きな仲間に出会わせてくれてありがとうございました。花咲川女子学園1年 A 組、富山かすみ。私が感じたこの思いは絶対歌にしたいと思います。その時はみんなポピパのライブに来てください。最後は勢いで宣伝みたいになっちゃいました。すぎるぞ。
素晴らしかったわ。やっぱり富山さんにお願いして正解でしたね。あ、本当ですか？よかった。緊張してたんだ。堂々としてて全然そんな風には見えなかったよ。かすみちゃん、1年生代表の言葉すっごい良かったよ。リミリン、聞いてる途中から涙目になってたよね。私もかなり危なかったけど。アリサは始まってすぐに泣いてたよね、アリサ。うるせえな。別に泣いたっていいだろ。え、アリサが素直になってる。ちゃんと私が聞きたいかすみの言葉だった。なんつうかすっげえよかった。あ、アリサに褒められちゃった。ライブの宣伝しちゃうなんて、かすみちゃんじゃなきゃできないよね。さすがポピパのリーダー、頼もしいよね。ただあんなに大々的に宣伝しちゃったからには、また今日から蔵で練習しないとだね。あ、それじゃあさ、今日で1年生も終わりだし、みんなで打ち上げしようよ。それ賛成。私パン持っていくね。やったー。あとさっきかすみちゃんが言ってた新曲の話もしたいな。絶対しよう。なんか今日はめちゃめちゃ盛り上がりそうな気がする。それじゃあそのままみんなで泊まっちゃう？それいいよ、大変。それじゃあ今日はみんなでお泊まりね。パジャマの準備忘れないで。つかお前ら黙って聞いてれば調子に乗りやがって。勝手に決めるな。